次はですね、ブリムですね。ブリムを編んでいきたいと思います。ブリムはですね、2枚生地でですね、アクリル板を挟んで作るタイプになってます。で、2枚いるんですね。まあ、これサンプルなんですけれども、ここ1枚、これが1枚なんですよね。で、こっちがもう1枚で、貼り合わせて中に板を挟んで周りを閉じてるって感じなんですよね。サンプルはですね、少し厚くしてます。レシピはですね、7段なんですよね。で、このサンプルはですね、8段、1段ちょっと増やしてますので、まあ、適宜これ減らしたり増やしたりされてみてください。今回はこのレシピ通りに作っていきたいと思います。編むのは1段目からなんですけれども、こっちから左から右にこう編んでいくんですけれども、鎖編みをですね、これ13目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13目13目編んで、で、立ち上がりが鎖編み1目で、で、中長編みを入れていきます。一番最後、引き抜き編みをして、2段目の最初にですね、この引き抜いたところに2つ増すみたいな、1つ増すかような感じですね。もうこの編み図の通りに編んでいってください。で、これね、このブーメランみたいな形をするために、ちょっとこういう立ち上げを鎖編み1個入れたりとかして調整してるので、なんでこうなるんだろうっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、要は出来上がりの形が綺麗になるように鎖編みを入れたりとかしてるので、あまり気にしないで編んでいただければと思っております。では、まず鎖目13目から編んでいきますね。鎖目を編んでいきます。鎖編みですね。1、2、3、4、5、ですね。13目編みました。これは作り目です。次が1段目ですね。1段目は立ち上がり鎖編みですね。立ち上がり鎖編み上げて、で、次は中長編みを13目編んでいきます。中長編みは糸をかけて、まず1目めに刺すんですけれども、裏山と拾ってくださいね。裏山を拾っていきます。まあ、裏山拾わなくてもいいんですけど、裏山拾うと後でこう目が拾いやすくなるので、裏山を僕は基本的に鎖編みを拾うようにしてます。これ1つですね。次、2つ目の裏山です。中長編みですよ。はい、13目編めました。今ここですね。今ここまで編みました。次は引き抜き編みです。一番最初の目のところ、ここですね。ここに引き抜き編みですね。ここに引き抜く。で、ひっくり返して、次は立ち上がりの鎖編み1個ですね。で、今引き抜いたところに、ここですね、ここに中長編みを増します。2個編みます。1個ですね。で、2個編みました。で、次はここですね。最後のこの中長編みに1つ編み入れます。ここですね。ですね。1個編み入れます。で、次は増しますね。2つ。次増します。中長編みを1個、2個ですね。で、次は中長編みを1、2、3、4つ編み入れます。4つ編みます。1、2、3、4、4つ編み入れました。次は増し目ですね。2つ入れますよ。1、2、次はまた中長編みが4つです。4つですね。次は増し目ですね。増します。1個、2個。次は中長編みが1つ。中長編みを1つ。で、2段目の最後は下のこの1段目のこの立ち上がりの鎖目のところに中長編みを2個入れます。いいですね。で、3段目ですね。返して、また鎖編みで1個で立ち上がって、で、同じ目に増し目です。ここに1個、2個編み入れる。次は中長編みが2個ですね。中長編みを1
個、2個。次は増し目ですね。2つ入れます。で次は中長編みが2つですね。1、2。はい、次は増し目です。次は中長編みが 1,2,3,4,5,6 個ですね。 1,2,3,4,5,6。 はい、次は増し目です。 2個増します。で2個中長編みですね。 1,2。 はい、でまた増します。次は1、2ですね。1、2。で一番最後の目に2つ増します。はい、こんな感じですね。で次が4段目かな。ひっくり返してこのように今なってますね。3段目あって 1,2,3 段編みました。で4段からまた7段まで編み図に沿って編んでいってください。とりあえずですね、ブリム2枚編みました。1枚目はですね、糸をきれいに処理をしました。でこっちも編み始めは糸を処理をして、今ここ編み終わった状態になってます。でこれをですね、重ねて編み閉じるんですよね。でここがですね、50あるはずなんですよね。ここを50目引き抜き編みで拾っていきます。あとここもですね、引き抜き編みで編んでいくんですけれども、ここはですね、まずここの子の部分をまず閉じて、その後ここにですね、板を挟み込みます。なのでその前に、閉じる前に1枚を用意してもらって、僕が使うアクリル板は、アクリルっていうのかな、プラスチックの板ですねを使います。これね、 0.7 ミリぐらいのやつだと思うんですよね。でこれをですね、こうかたどるんですけれども、このように置いて、なんかマジックかなんかでね、こうかたどってもいいんですけど、これって左右対称じゃないとかっこ悪いじゃないですか。なので僕こうやって半分に折って描いたりすることが多いですね。もう何でもいいんで、 A4 の用紙でもいいんで、ちょっと僕接着芯いっぱい持ってるんで接着芯で書こうかな。でこういった紙にですね、2つ折りにして、要は輪にするようなイメージでですね、こんな感じにするんですよ。僕鉛筆でこんな感じですよね。ここ輪にして、ここ適当なんですけど、もう適当にこう描きます。もうほんと適当ですよ。こんな感じかな。もう理想の形でいいので。でここがね、あんまりここがこの辺尖っちゃうと編み目から出ちゃう時があるので、あとでちょっとここを曲線にしたってしようかな。でこれでですね、切っていくんですよ。とりあえず線の通りに切るんですよね。この線ってニットのぴったりの線なんで、ぴったりなんですよね。これをちょっと一回り小さくしなきゃいけないんで、これをね、自分は少しね、少し気持ち内側ちょっと小さく切るんですよ。そうするとだいたいはまってくれるかなって感じの、こんぐらいにしときましょうかね。これをマジックかなんかで変えていきます。もうほんと大体ですよ。ほんとね、パソコンとかで描いてね、綺麗にね作りたいんですけど、ある程度左右対称になればいいかなっていうふうに思っております。こんな感じ、こんな感じかな。外側線引いたんで、まだこの内側を切っていきます。でここがね、尖ってるんで、ちょっと後で微調整します。一応こんな感じできましたね。でここの内側にこう来るような感じですね。ちょっと角度つきすぎてますね。少しここ角丸くします。でその前にここ縫い付けていきましょう。引き抜き編みで
編み込んでいきますね。もうほんとこの目数同じなので、端っこからこのでここで引き抜いていきます。こんな感じで、で次この目とこの目ですね、こんな感じです。で引き抜き編み、こうです。これとこことこの目ですね、引き抜き、でこれを続けてずっとこうぐるっとこの端っこまで引き抜いていきます。こんな感じですね。今引き抜いて閉じてる状態ですね。こんな感じで、はい、とりあえずですね、こここの部分ですねを引き抜きで編みました。でここがポケット状になってるんで、ここにこのこれを入れていきます。ここに入れ込みます。入れます。ちょっとねサイズで大きくなってるかもしれないですけど、このニットが伸縮するんで、ニットをこう伸ばしながらここをまた縫っていくんですけども、編んでいくんですけど、でここはですね、ここの目鎖目13目でしたよね。なので13目を拾えるんですよね。でこの段は1,2,3,4,5,6,7 段編んでるので、これは中長編みなので、1個の中長編みに対して細編みを2個入れるとか1個入れるとかでバランスよく細編みを入れていきたいと思います。自分はそうですね、2個ずつ細編み入れていこうかな。バランスよくちょっと入れていきたいと思います。で今ここで終わってますよね。なのでここからぐるっと閉じていきます。細編みの方が目がこう見えやすいっていうか、ここでこことあと本体のクラウンの部分をですね拾ってこうつなげていくので、ここに目がきちんと現れた方が拾いやすいので、こう細編みで編んでいきますね。と待って、立ち上がりの細編み1、ここバランスよくしなきゃいけないですね。ここ1で均等に閉じていってください。とりあえず細編み終わりました。一応均等にこううねらないようにしていきました。38目ぐらいで僕は閉じた感じですかね。まあ、こうちょっと個人差が出てくると思うので、まあ、均等に閉じていっていただければと思います。でここの目をですね、ここのブリムのこの曲線に沿って縫い閉じていくっていう作業をやっていきます。